電気自動車や自動運転など、今や私たちの生活に身近な自動車は100年に一度の変革期を迎えていると言っても過言ではない。無論、防衛装備品の世界でも大きなトランスフォーメーションが起きているのだ。その中でも、海上自衛隊の護衛艦が激圧領域ということで紹介していきますね。時期もが、味方の性能も気になるところですが、目下、味方が、どれだけの性能か振り返っていきます。ステルス技術をフル活用し、レーダーに映りにくい無人機をフル活用する護衛艦ってすごくない？四方を海に囲まれた日本を守る海上自衛隊の護衛艦にも変革期の波が確実に押し寄せており、この度、激変する世界の安全保障環境の潮流に対応した新世代護衛艦、モッガミが誕生した。モッガミの何が先進的なのか詳しく見ていきましょう。はじめに、世界の軍艦や艦艇には役割を表す艦首記号が付けられているのはご存知だろうか。護衛艦や駆逐艦なら、デストロイヤーの DD、続いて、ヘリコプター搭載型護衛艦は、ヘリコプタール、デストロイヤーの DDH、そして、潜水艦は、サブマリンの SS などが付けられている。今回の、モッガミに付けられた FFM は、対潜、防空能力を持ち、揚陸部隊や補給部隊などの護衛を任務とする、艦艇フリゲートのフリゲートの FF に、多目的のマルチパーパスと、機雷、マインの M を足した多機能護衛艦という艦種を掛け合わせたものである。ここからは、新世代護衛艦、モッガミの特徴を解説していこう。全体の指揮を行う艦長、魚雷、ミサイルなど火器の指揮を行う砲雷長、艦の航行について指揮を行う船務長、機雷の探知、除去の指揮を行う総会長といった参謀メンバーの指揮の下で運用される。1、大砲以外は何もなく、フラットになっている。全甲板に、ステルス性を考慮して、凹凸のない側面の艦体外装。3、格納区画と呼ばれるコンテナやボートを格納できるクレーン付きのスペース。4、主樹のレーダーが一つにまとまっている。マスト。5、艦の状態、状況を示す旗を上げる。旗流信号。6、艦橋と呼ばれる艦の操舵など、運航を行う場所。7、CIC と呼ばれる艦内の情報がまとめられ、指揮、命令を行う場所。8、USB 格納庫と呼ばれる搭載水上無人機の搬出入りを行う区画級。男女でエリアが分かれている隊員の居住区画中、ヘリの離れ着艦を行う飛行甲板。11、隊員が調理、喫食を行う食堂。12、鎖につながれた怒りを巻き上げるための溶病機がある怒り甲板。これら12個の艦艇区画によって構成されている。各種戦場において、敵の戦闘機や護衛艦などの場所を探知するときは、目視する前にレーダーなどを使用する。そのレーダーから発射された電波が対象物に当たり、跳ね返ってくることで、そこに対象物があるかどうかを知ることができる。その電波をレーダーに戻らないようにする技術がステルス技術ということであり、実際にカメレオンのように擬態するわけではない。対象物がレーダーに映る容易性を表す指標は、レーダー反射断面積 RCS という数値で表される。ステルス性を高める方法は大きく分けると2通りあって、一つは、全く別の方向に反射させて、電波をレーダーに戻さない方法である。もう一つは、特殊な塗料などで電波を吸収して、レーダーに戻さない方法だ。それらステルス技術を駆使した場合、レーダーから発射された電波は別の場所に反射されたり、特殊塗料に吸収されたりして弱まる。その結果、レーダーには電波が戻らないので、反応上は何もいないように見えるわけだ。現代では、レーダーに映りにくいステルス艦が導入され、ソナーでも探知しづらいステルス潜水艦といったものも登場してきた。さらに、水上、水中、空中の至るところに無人機が使われる近代戦場となっている。そのような近未来的海上では、海上自衛隊の艦艇も大きく姿を変えなければいけない。防衛省が公表している資料から垣間見える、
未来の艦の姿とはどのようなものなのでしょうか。ステルス星獣士が艦艇の形を変えた近未来護衛艦ということで紹介していくよ。武器については地上レーダーでの捕捉や迎撃がしにくいと言われる極超音速ミサイルなど新たなものが搭載されていくでしょうね。そして近未来型艦艇の将来像を構想し研究開発を行っているのが防衛装備庁の装備開発官と言われている艦船装備担当である。加えて研究機関である艦艇装備研究所に関しても未来の艦艇作りに大きく関わっていて、それらの組織が公開している将来像を読み解いていくと未来の護衛艦に向け大きく2つのポイントを考慮しながら研究開発が進んでいることが分かった。一つ目のポイントはステルス性である。敵のレーダーに映りにくくなることで攻撃される可能性も大きく減るというわけだ。水上や空中はもちろんのことながら、近年では水中ステルス技術の研究開発も進み、敵のソナーが発する音波に反応しないようなからくりも考えられている。実はもっかみ型護衛艦に見られる角張ったフォルムもレーダーの電波を反射させないための構造である。近未来哨戒艦において人手不足を補うためには無人機導入による精進化が必要不可欠と言われている。もっかみ型も例外ではなく、後部の甲板には無人の偵察ドローンが搭載されており、いつでも運用可能な状態であることを意味している。世界屈指の少子高齢化が進む日本では自衛隊員の確保も難しくなることが当然ながら予想されている。そこでステルス性に次ぐ第2のポイントとなるのが無人機の戦力化と消費化技術である。海上自衛隊の掃海艇ではすでに無人潜水機による機雷掃海が行われるようになっているが、今後さらに高度なセンサーを搭載した UUV 無人潜水艇と USV 無人水上艇が活躍する日が来るでしょうね。また海自では護衛艦よりも小型の新たな艦種として区分される哨戒艦を2026年度までに6隻調達し順次収益させる予定となっている。この哨戒艦は自動運航などの精進化技術を生かし30人程度での運用実現を目指しており、この人数は秋月型護衛艦の約200人はもちろん、最新のもが身型護衛艦の約90人と比べても極めて少ない。現在の計画では不審船の監視にも有効に使える無人機を搭載するほか、高性能なレーダーソナーによる高い探知能力を備える予定だ。人手不足が進めば進ほど現在の潜水艦や護衛艦を補完する存在として UUV と USV の運用を真剣に考えなければならないだろう。双方を連携させより効率的に活用できるよう高度なセンサーを搭載したさらなる進化型やそれらを運用するエンジニアも必要不可欠である。その人材をいかに確保していくかが今後の海上自衛隊の課題となっていくだろう。自衛隊の装備品取得などを担う防衛装備庁は諸外国との装備技術協力の促進を図るため2019年の防衛装備技術国際展示会においては模型、試作品、パネル展示なども積極的に行っていた。近未来的な考えも持ち合わせる防衛装備庁の構想ではスタンドオフ防衛能力、海洋アセット、ソフトキル、無人アセット防衛能力、 AI 技術、次世代情報通信、宇宙、デジタルトランスフォーメーション DX、 高出力エネルギー、情報戦といった分野のほか、自衛隊の現在及び将来の戦い方に直結し得る分野のうち、特に政策的に緊急性、重要性の高いものについて防衛関連企業等から提案を受けて、またはスタートアップ企業や国内の研究機関等の技術を活用することにより民生先端技術の取り込みも図りながら着実に早期装備化を実現していく。この内容からもアニメの宇宙戦艦ヤマトの作者は未来を予測していたのではないかと疑うくらいだ。